どうも、ドッグトレーナーゆきです。今回は愛犬を怒らせる飼い主の行動と、怒っている愛犬に絶対にしてはいけないあることをご紹介します。飼い主さんは悪気がなくても、愛犬はストレスを感じたり嫌な気分になる行動があります。また愛犬を怒らせた時に飼い主さんが絶対にしてはいけない行動もあるって知っていますか？その行動は愛犬との信頼関係が崩れるほど大きな影響を与える危険性があります。知らないうちに愛犬との関係を壊す行動をしていないか、まずは愛犬を怒らせる飼い主の行動から確認しましょう。愛犬を怒らせる飼い主の行動。足をつかむ。犬にとって足は敏感な場所の一つなので、お腹や顔をいくら触っても嫌がらない愛犬でも足に触れただけで怒る場合があります。また必要以上に触られたりギュッとつかまれると動きを封じられそうな感覚から警戒心が強まり怒ってしまうんです。愛犬によっては前足は触っても怒らないけど後ろ足はダメなど嫌がるポイントが異なる場合があるので注意しましょう。愛犬を怒らせる飼い主の行動。尻尾を引っ張る。犬は尻尾の高さや振り方で感情を表現しているので、無理に尻尾の動きを止められることを嫌います。それに尻尾の根元付近は愛犬から見えにくいので、急に掴まれると驚いて反射的に防御反応から噛みつくこともあります。愛犬の尻尾を掴んだり引っ張るのは絶対にやめましょう。愛犬を怒らせる飼い主の行動。顔に息を吹きかける。愛犬の顔に息を吹きかけると驚いたり、空気を食べようとしたり、避けようと伏せをしたり、様々な反応が見られます。飼い主さんからすれば愛犬のリアクションが可愛くて遊んでいるつもりでも、愛犬にとっては不快でしかありません。愛犬を怒らせる飼い主の行動。真顔でじっと見つめる。好きな人と見つめ合うことは愛情表現になり、お互いに幸せホルモンが分泌されることが確認されていますが、真顔や険しい顔でじっと見つめられると、それが大好きな飼い主さんであっても敵意や攻撃性など緊張感を与えます。愛犬と見つめ合うときは必ず笑顔や穏やかな表情を心がけてくださいね。愛犬を怒らせる飼い主の行動。食事中に邪魔をする。愛犬がご飯やおやつを食べているときにわざと取ろうとしたり、真横でじっと観察してはいけません。ご飯やおやつを取られても何も反応しない愛犬もいますが、うなったり歯をむき出すなど警戒する様子が見られた場合は、それ以上続けるのは絶対にやめましょう。奪われないように慌てて食べたり、お皿を片付けようとしても怒ってしまうなど悪影響しかありません。愛犬を怒らせる飼い主の行動。過剰すぎるスキンシップ。離れようとしている愛犬を無理やり引き止めて顔をスリスリしたりハグをしたり、飼い主さんにとっては目いっぱいの愛情表現だとしても愛犬には迷惑です。触れ合うときは必ず愛犬の反応を見ながら、一方的なスキンシップをしないように気をつけましょう。なお、ご紹介した行動に全く怒らない愛犬もいれば、全ての行動が NG の愛犬など、怒るポイントは個体差がありますが、ご紹介した行動以外でも、うなる、吠える、歯をむく、歯をカチカチ鳴らす、睨む、身構える、噛むなどの拒否反応を示して、愛犬が怒ったり嫌がっている場合は、その原因となる行動をすぐにやめてください。やめないばかりか、怒っている愛犬も可愛いからと、飼い主さんがある行動をすると、最悪の場合、愛犬の信用を失い、信頼関係が崩れることになります。その行動とは、怒っている愛犬に対して嫌がることをやり続けることです。愛犬が嫌がっていると分かっているのに、軽い気持ちでわざと愛犬を怒らせたり、からかったりは絶対にしないでください。飼い主さんからすれば遊びのつもりでも愛犬には理解できません。そればかりかやめてほしいと必死で訴えているのに伝わっていないと戸惑い、はじめはうなっていただけの愛犬が本気で噛もうとしたり飛びかかったりして攻撃性が高まってしまいます。
またこの時愛犬を叱ることも攻撃性をエスカレートさせるので絶対にやめてください。その場から離れて愛犬が落ち着くまで待ちましょう。愛犬のことが本当に可愛くて大切なら愛犬が嫌がることを面白がったりからかったりはしないでくださいね。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。